都道府県雇用開発協会は各都道府県において高年齢者等及び障害者の雇用に関し、相談、援助、給付などの各種事業を行うことにより職業の安定と福祉の向上に寄与することを目的として都道府県知事または都道府県労働局長の許可により設立された社団法人または財団法人である各都道府県にあった 雇用対策事業を行う協会は、1980年前後から社団法人や財団法人の認定を受けた。協会の名称は、都道府県によって異なり、県雇用開発協会、県雇用対策協会、健康年齢者雇用開発協会などが用いられた。1986年5月1日、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に基づく、 都道府県高年齢者雇用安定センターに指定された。2000年5月12日、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律が改正され、高年齢者等の範囲に中高年齢者である在職の求職者が含められ、都道府県高年齢者雇用安定センターは、都道府県高年齢者等雇用安定センターに解消された。2003年10月1日、 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の改正により、都道府県高年齢者等雇用安定センターの法人指定制度が廃止された。各都道府県にあった障害者雇用促進事業を行う協会は、1975年前後から社団法人の認定を受けた。協会の名称は、県障害者雇用促進協会などが用いられた。2006年以降、 多くの都道府県において、高年齢者等の雇用対策事業を行う協会と、障害者の雇用促進事業を行う協会が統合され、2008年までに全ての都道府県で統合が完了した。2009年9月13日付朝日新聞によれば、47都道府県の雇用開発協会には、厚生労働省 OB 約270人が天下りしているという。 朝日新聞社が同日に配信した記事では2009年7月下旬の東京都雇用開発協会の雇用就業支援コーナーの業務状況が紹介されている。それによれば同コーナーには窓口職員が8名いるものの職員1人が1日あたり2から3人の相談を受ける程度であり、ここでは職業紹介ができないためにハローワークへ行くことを進めるという。 また、東京都の協会への予算によると委託費の用途として、人件費は2億円で、これは東京より事業量が多い大阪府の協会の人件費より多いことが指摘されている。一方、会計検査院による2006-2007年度の検査報告によれば、47すべての都道府県雇用開発協会で委託費の不正流用が指摘されている。具体的には、 1999年から2007年度に、から出張や臨時職員の架空雇用などで2億2000万円の資金を捻出し、飲食費に充てたり、超過金無分の手当に回していたという。岩手県、秋田県、福島県、茨城県,県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、山県長野県、愛知県、 三重県、滋賀県、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、高知県、宮崎県、沖縄石川県、福井県、静岡県、岐阜県、徳島、香川県、川県長崎県、鹿児島県、青森県、宮城県、山形県、京都府、愛媛、佐賀県、熊本県、北海道、鳥取県、山梨県、 島根県、福岡県、大分県、神奈川県、兵庫県、福岡県、佐賀県、大分県、鹿児島県、その他の都道府県、朝日新聞2009年9月13日付一面朝日 .com、窓口いつも、ガラガラ厚労省、大帯山下り先の雇用開発協会社会。ありがとうございます。